本日はお越しいただいてありがとうございます。映画レッドブリッジビギニングで主演を務めさせていただきました豊田雄大です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。本日は足を運んでいただき本当にありがとうございます。レッドブリッジビギニングで坂口海人役を演じました大倉孝人です。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。本日は足元の悪い中お越しいただきありがとうございます。マキルウィーチャー演じました兵頭克美です。今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、小日向健役を演じました松尾潤です。本日はご来場いただきありがとうございます。最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。オーディションを行いましてキャスティングをされたと伺っております。メインキャストのオーディションにはなんとですね430人以上の応募があったということなんですけれども、びっくりしたっていうのが一番強かったですね。でこう映画も初めてだったのでもうどうやって演じようっていうのが一番最初で、でオーディションの時にあの勝と あと上野すずさんと上野さんと同じ で3人、はい、僕の組で受かって、あ、そうですね、はい、なんかそれがすごいなんかなんでだったんだろうなって思いながら、え、なんで、いやいやそれはまあま、それが印象に結構残ってます。僕が受けて本当にそのオーディションがめちゃめちゃ楽しくて、っていうのもあの周りの役者さんの演技がめちゃめちゃうまくて、でそこでもたくさん刺激もらって、でこんなにオーディションで楽しいって思えることが初めてで、でそういうのもあってもうこの映画の作品にあの制作に携わりたいなとも思いましたね。はい、何が楽しかったんですか。いや、すいません、楽しかった、まあ、周りの役者さんもすごい演技が上手でその中でできるっていうのと、あとこう監督からいろいろこうしてみてああしてみてっていうアドバイスとかそういうのもいただけて嬉しかったですね。あ、はい、ありがとうございますすいません、なんか変な振りになっちゃったそうですね、役が決まった時はそのオーディションの台本も坂口海人とあと、まあ、大輝とか、龍一とかいる中で、あ、坂口海人がで受かるんだっていうのがもう率直な気持ちだったというか、やっぱこう自分の想像してる中でこうやっぱその台本の中でもやっぱ坂口海人とも自分って結構かけ離れてるなと思っていたので、あ、そこであの受かったんだなっていうで喜びもありましたけど、どうやって演じようってもうその時から考えましたね。けど僕もオーディションすっごい楽しくて、なんか監督がずっとちっちゃい声で一人でボケて一人で突っ込んでるんですよ。言ってたよね。そうでもその反応を見てるのもすごい楽しくて、だから何言ってんすか僕なんか言ってなんか監督がボケて周りのプロデューサーさんとかが監督ちょっとオーディション中なんでこれやめてくださいみたいなずっとやってたよねやってた。だからそれでなんかこうなんて言うんだろうな、あんまりこうよしオーディションだ勝負しに行かないとみたいな、オーディション役取り行かないとっていうよりはこうなんか自分たちが素で入れるような空気感を作ってくださっていたっていうのと、あとはそれこそ本当に雄大と一緒だったんですけど、一緒にしかもお芝居するだったんだよね組で、その3人組なので4人組なんですけど、オーディション内容は3人組の台本だったのかな。そうだったね。そうだね。そうだよね。でなのでなんか帰り道にちょっと僕確か話しかけたんだよね俺。あ、確か話しかけたっけ。いやなんか知り合いがいたんだよね。そうなんか共通の知り合いがいて、え、知ってるよねみたいな、で知ってるみたいなってなんか分かんないけど話しかけたんですよ。普段そんなことしないんですけど あんまり。したらこう台本受かりましたって言って台本見たキャストを聞いた時に雄大いて、あ、これなんか縁があるんだなみたいな感じはすごいありました。そうですか、その時から絆は始まっていたのかもしれませんね。話したの。あ、はい、電車で。そうそう電車で。僕もオーディションを受けさせていただいたんですけど、本当にさっき勝くんが言ったように三役しかオーディションではなかったんですよ。龍一と雄大と大輝ね。雄大のオーディション。ごめん。俺雄大ってめっちゃ本名で呼んじゃった。でかえっと高人と海人ね。そこはちょっと海人全部こっちを。いや今突っ込み間違ったよ。最後は。でもその三役しかなくて、ケンっていう存在を知らなかったんですよ。
それであの最終の時に倹約をやってくださいって言ってあのやらせてもらったんですけど、だから本当にダークホース的な存在だったというか、初めてそこで剣が登場してきて、あれ剣って誰やみたいな感じでそこで知って、あのこの役で決まって本当に良かったなと思ってます。そうですか、ちょっとサプライズ感もあったってことなんでしょうかね。そうですね、そうですか、はい、なるほど。